高山寺ら仏殿前宗様は日本の伝統的な建築様式の一つ、からようとも言う。鎌倉時代初期から前宗寺院で取り入れられ始め、武士の機えを受けたことで13世紀後半から盛んになった様式で当時の中国建築の実機移しが目指された。従来の寺院建築様式である和洋、また鎌倉時代初期にもたらされた大仏様に対する言葉。大仏様とは、 共通する部分も多く、合わせて、鎌倉新様式、または、創様式と総称される。アスカ、天平時代に、中国から伝えられた、建築様式は、平安時代を通じて、日本化し、柱を細く、天井を低めにした、穏やかな空間が好まれるようになった。平安時代以降、日本化した、建築様式を和洋と呼ぶ。平安時代後期になると、 平野清盛の大林殿白大外開港など、中国との交易が活発になったことで、再び中国の建築様式が伝えられた。まず入ってきたのは、東大寺再興の際に用いられた様式で、大仏様と呼ぶ。その後、禅宗が活発に往来し、中国の寺院建築様式が伝えられた。これは、禅宗寺院の仏像に多く用いられ、禅宗様と呼ぶ。 大工の伝承では、寺院建築に、和洋、天竺様、唐洋という区別が行われ、明治時代以降の建築史でも使用してきた。第二次世界大戦後、建築史や、大田博太郎が、天竺様では、インドの建築様式と誤解される。大仏殿の復興に使われたので大仏様と呼ぶべき、唐洋は、禅宗寺院に使われたので、禅宗様と呼ぶべきと提唱し、 現在の建築史では一般的に和洋、大仏様、禅宗様が使われている。歴史教科書などでは、天竺様、から洋という呼び方も残る。爪組鏡天井と化粧屋根裏一部は大仏様の特徴にも通じる。本格的な禅宗様建築は残っていないが、建築様式は忠実に化粧された。書道史上においても日宋留学像や、 内ソ僧ラが伝えた、当時の中国で流行していた諸風を、禅宗様と呼んでいる。蘭慶道高や一山一ネイラの牧石が、その代表である。明朝の成立以後は、往来が途絶しがちになり、禅宗様には洋が混入し始め、折衷的な諸風としての御三様が成立する。義道修身や、絶海なカツが、その代表である。ありがとうございます。